おはようございます。5月14日本日の経済の出来事を3つ取り上げていきます。本日はですね、1889年大阪鉄道の最初の開業区間、港町現在の JR 難波から橿原現在の関西本線が開業した日です。1935年シンシナティでメジャーリーグベースボール初のナイターが開催された日です。1997年エアカナダ、ウフトハンザ航空、スカンジナビア航空、タイ航空、タイ国際航空、ユナイテッド航空によるスターアライアンスが設立された日です。ということで、本日はですね、この中から1997年エアカナダ、ウフトハンザ航空、スカンジナビア航空、タイ国際航空、ユナイテッド航空によりスターアライアンスが設立された日ということを深掘りしていきます。1997年5月14日に設立された世界初で世界最大の航空連合、その加盟会社による就航国は190カ国余り、1300以上の空港に達し、1日あたりの便数は2万1000便を超えます。アライアンススローガンは The Way the Earth Connects、 意味は地球のつなぎ方という意味です。スカイチーム、ワンワールドとともに世界的な航空連合の一つとなっております。日本の航空会社としては全日本空輸 ANA が加入しています。スターアライアンスメンバーが就航する代表的な空港としてドイツのフランクフルト空港があります。本部機能を司る現地法人スターアライアンスサービス会社はフランクフルト空港第一ターミナルに隣接するフランクフルトエアサポートセンターに本拠地を置いております。サービス会社の役割はスターアライアンス加盟各社のコーディネートやサポートを担うことで、意思決定の権限は有していないということが特徴となっております。本日はですね、5月14日1997年エアカナダ、ルフトハンザ航空、スカンジナビア航空、タイ国際航空、ユナイテッド航空によりスターアライアンスが設立された日です。本日もね、一日よろしくお願いいたします。